エクイターフとは、競馬場などで使用されている、天然芝の種類のことである。競馬場においてはこれまで、高麗芝や、野芝など温暖な気候に適した野芝と、ペレニアルライグラス、イタリアンライグラス、トールフェスク、ケンタッキーブルーグラスなど、寒冷地にも耐えうる芝生をブレンドした、オーバーシードを行っているが、連続して、競馬の開催をすると、特にナイラ地沿いを中心に、 芝生が剥がれ、かつえぐれやすく、時計のかかる馬場となるケースも稀ではなかった。そこで、英語で、馬のためのという意味の芝生の品種として、日本中央競馬会、競争馬総合研究所が1999年、頃から、五島列島の農場で、茎や根の部分を地下にやや深めにセットし、芝生がえぐれにくく、なおかつ成長が早く、クッション性に優れた芝生の研究。 開発を行い、2006年に禁止登録が実施された。1平方メートルあたりの茎の密度や地下部分の重量などは従来の芝生から見て2倍程度という。現在、エクイターフは茨城県つくば市、福井県蕨市と鹿児島県鹿屋市の契約農場で製造しており、2008年に福島競馬場で第1号が導入されて以来、 各地の競馬場を中心に採用されている。なお、札幌競馬場、函館競馬場は他の地方とは気温が低く、高麗芝、野芝の育成が困難であることから、エクイターフは取り入れていない。ありがとうございます。